ウェインズボロはアメリカ合衆国バージニア州中央部に位置する独立市である。周りをオーガスタ軍に取り囲まれている。2010年国勢調査での人口は2万1006人だった。市名はアンソニー・ウェイン将軍にちなんで名付けられた。シェナンド・バレーに位置し、南北戦争の重要な史跡やシェナン、週間高速道路64号線の一部が市域に入っており、 ブルーリッジパークへ、スカイラインドライブ、アパラチアントレールにも5マイルと離れていない。風景画家ピーバックリーモスの故郷であり、ピーバックリーモス美術館には、毎年4万5千人の鑑賞者が訪れている。大型のデュポン工場、スパンデックス繊維のライクラが発明された、ベンジャー研究所、ウェインテックスという大型繊維工場が、20世紀の大半を通じて、 市民の主要雇用をもだった。北東にあるゼネラルエレクトリックはリレートコンピュータ用プリンタを製造しており、やはり重要な雇用をもだった。市内にはエンテラスの本社がある。この会社はバージニア州、ウェストバージニア州、ノースカロライナ州、テネシー州、ケンタッキー州、オハイオ州を対象とする無線通信会社である。市の経済には観光業、 製造業、小売業が重要であり続けている。バレーベースボールリーグのウェインズボロジェネラルズが本拠地にしている。ウェインズボロ市はスタントン・ウェインズボロ大都市圏の主要都市である。この都市圏にはオーガスタ軍、やはり独立市のスタントン市、及びウェインズボロ市が含まれている。ウェインズボロ市はイギリス領バージニア植民地の中にあり、アメリカ独立戦争から独立。 バージニア州となった後でも、アパラチア山脈やブルーリジ山脈の西側は、フロンティアと呼ばれていた。荷車を引いた山越えは、不可能に近かったが、その間に、いくつかの谷があった。ウェインズボロの近くには、風撃のロックフィッシュギャップと呼ばれる谷があり、西部に向かおうとする多くの者のにとって、ウェインズボロが便利な休息点になった。この地域は初期にティーズビルと呼ばれていた。 この名前の由来にはいくつかの説がある。一つは、ジェイコブ・ティーズとその妻が所有していた酒場にちなむというもの。二つ目は、ティーズ兄弟にちなむというものである。ジョージ・ワシントン、トーマス・ジェファーソン、シャトリ公爵など多くの者のが、ティーズの酒場に泊まったと考えられている。シャトリ公爵が書いた手紙には、この酒場がアメリカ最悪クラスのものであると表現し、 ジェファーソンがそこに泊まり、その場所について語っていたことを確認している。北西インディアン戦争中の1794年、ホールンティンバーズの戦いで、アメリカ陸軍、アンソニー・ウェイン将軍が重要な勝利を掴んでから間もなく、この地域が、ウェインズボロと呼ばれ始めた。地域開拓者の多くが、ペンシルベニア州から来ていたので、そこの出身である英雄から、 土地の名前を付けたのはあり得る話である。後に綴いが変わって現在のものになった。1798年には現在の中心街が区画割りされ販売された。1801年1月8日、ウェインズボローの町が正式にバージニア州に認知され、1834年には法人化された。その時代から残っている建物にはプラムハウスと 1806年に建設されたコイナー、クゼンベリーハウスがあり、これは町では最初のレンガ作り建築と考えられ、現在もメインストリート沿いにある。当初の町は人口がゆるり増加した。1810年の人口は250人だった。1860年でも457人だった。しかし、ロックフィッシュギャップにつながるバレータンパイク沿いにあったので、 着実に観光客が訪れ続けていた。南北戦争最終版の1865年3月2日、南軍の将軍ジュバル・アーリーにとっては、最後の戦いがウェインズボロで起きた。ウェインズボロの戦いはわずか20分間で終わり、シェナンドをバレーにあった南軍にとっては、最後の打撃となった。この戦闘に敗北した後、アーリーは、町とバレーを、 北軍フィリップ・シェリダン将軍の軍隊に明け渡した。この時代の建物のいくつかには戦闘の傷跡が残っている。戦後、ウェインズボロ地域は二つの鉄道の結節点になった。チェサピークオハイオ鉄道とシェナンドをバレー鉄道だった。両線はウェインズボロ近くで出会ったので、ウェインズボロの街にアイアンクロスというあだ名を与えた。 1891年のウェインズボロ189年、ウェインズボロの東側の土地が区画割りされ販売された。この年にベーシックシティの町が法人化された。二つの町の間にはライバル関係が生じ、互いに発展を競った。二つの町の大きな違いは、ウェインズボロが南北戦争の前からドライ地域だったことだった。地域の中では、 アルコール飲料を販売できなかった。ベーシックシティの街ではバーが市民、さらにはそれ以外のものにもオープンとなるウェットだった。1923年、二つの街は投票で、ウェインズボロベーシックと呼ぶ一つの街に統合することを決めた。ウェインズボロの指導者、すなわちガイブラナメンの二枚舌により、州に出された、請願書では単に、ウェインズボロという名前になっていた。 これが1924年に公式のものとなり、ベーシックシティの町民は激怒した。1924年以降、ウェインズボロはオーガスタ軍の中から併合によって何度も領域を広げ、1948年には公式に独立死となった。2005年には新憲証を採択し、1948年の憲証を撤廃した。ウェインズボロ氏は、 北緯38度4分11秒整形78度53分40秒、北緯38.06972度整形78.89444度、38.06972-78.89444に位置する。標高は1305フィートである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は15.4平方マイルであり、 このうち陸地が15.4平方マイル、水域は0.04平方マイルであり、水域率は0.13%である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。市内にはフィッシュバーン士官養成学校があり、男子寄宿生で8年生から12年生を教えている。中心街を見下ろす丘の上にある。公共教育は、 ウェインズボロ市公共教育学区が管轄している。市内で発行される新聞にはザニューズ・バージニアンがある。二つの映画がウェインズボロで撮影された。1991年のトイ・ソルジャーと2007年のエヴァン・オールマイティである。ありがとうございます。